では続いて、抗酸化を歌ってるサプリメント、あ、ちなみにね、どうしてもワインと合う料理とかおつまみを作りたいんだったら簡単な方法がありますよ。何かっていうと、安いワインとか、あとは飲みきれなかったワインって絶対あるじゃないですか。で、こういうワインを使って赤ワインソースを作っておいてください。で、これで肉とかを焼いて赤ワインソースピャってかけたら、もうこれ秒で合います。あとはそのわざわざ赤ワインを使うのももったいないって場合は、バルサミコ酢にですね、ちょっと蜂蜜を入れて、煮詰めるんですよ。で、これでバルサミコ酢ソースを作ってみてください。で、バルサミコ酢って、まあ、ワインの親戚みたいなもんですから、これを煮詰めてちょっと甘さをつけたソースなんかは間違いなくワインに合うので、それだったら何にかけても合うので、そういう風に、実はね、料理とワインって合わせるってイメージがありますけど、フレンチは料理とワインを合わせるんじゃなくて、ソースとワインを合わせるんですよ、実はあれって。だから、そのソースを使わない、フレンチ料理とワイン合わせるので超難しいんですよ。もちろん合うものもあるんですけども、だからあれソースと合わせるもんなんで、はい。だから一番マリアージュというか、うわ、これ合うわをやりたいんだったら、赤ワインを料理に使うときって、赤ワイン煮込みとかはしなければ、ちょっと量でいいんですよ。香り付けだけなんで。だから例えば自分が飲みたいと思ってるワインの、まあ一つ下のクラスのワインとか、飲みかけのワインとかを使ってもらって、まあその似たようなワインを使うわけですよ。例えば、ピノノワールだったらピノノワールの、ちょっと安いワインとか買っておいて料理しようにね。で、それを使って赤ワインソースを作ったやつに、そのソースに使ったワインと同じ、または近いワインを飲むということをすると、これバッチリ合います。はい。これがマリアージュってやつですね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。